だいぶ近い、だいぶ近いね、これ。うわーすごいね、なかなかこれいい映像撮れてますよね。え、これすごくない、これめっちゃこっち見てるし、ほんまはねこういうのあんまりね、ガン見したらあかんねんな。だから視線をそらして、こう見てないよっていうような雰囲気で見ないとダメなんですけど、まあこんな感じですね。どうもケントです。ここら辺田舎やからね、結構鹿とかね、ラクーンっていうあのアライグマとかね、この間はねコヨーテ見ました。まだあれかな、マウンテンライオン、ピューマには遭遇してないですけど、あ、そうそう、サクラメント、ここからね1時間上に行ったところに、ある町なんですけど、そこでね街中運転してたら、明らかにね犬でも鹿でもない、なんか結構デカめの動物が歩いてて、明らかにねちょっと猫科のなんかシルエットやったんですよ。だから結構あれはピューマやったんちゃうかなと思って、マウンテンライオンやったんちゃうかなと思ってるんですけど、まあでも彼らって結構夜行性やからね、結構車は夜運転してたらいきなり飛び出してくるんですよ。だから2回ぐらいね今まで吹きそうになったんですけど、ちょっと引いてしまったので結構大変なことになるらしいんですけど、市役所にね電話して、それでその専門の人がいるんですって。でそれで引かれた動物の息の根を止めるみたいな、そのまま引かれた状態やったら脳死みたいな感じの状態やから、それを成仏させるために殺す専門の人がいるとか言ってね、そんなちょっと怖い話を聞きましたけど、でもそれは避けたいですね。だからなるべくこう夜はね飛び出してきそうなところは安全運転して、なんかいつでもねこう止まれるような感じの体制をとってるんですけど、まあそれは置いといてちょっと前置き長いね昨日のね動画、1周年の動画、コメント本当皆さんありがとうございました。すごいねニヤニヤしながらちょっと一個一個読ませてもらってます。でコメントね、コメント返したいんで、ちょっと時間を見つけてちょっと時間かかるかもしれませんけどコメント返しますんで、少々お待ちください。ちょっとね僕のこのケントゥーンブログ1周年経ったっていうことでですね、ちょっと記念して、今日はね今からね小旅行に行こうかなと思います。ちょっとね僕はこの時期になると家族がね、まあ、夏になると毎年帰るんですけど、この時期になると、行けそうな、ちょっと機会があればなるべくね一人旅するようにしてるんですけど、去年はね残念ながら行けなかったんですよ。ゲームのプロジェクトが忙しくてなかなか休みが取りづらかったっていうのがあったので、で今年はね結構ね取れそうな雰囲気なんで、ちょっとねちょっくらと、まあでも週末だけなんですけどね、行ってこようかなと思います。ちょっとねじゃあとりあえず、持ち物紹介しましょうか。持ち物紹介って言ってもね、僕あんまり持っていくものないんですけど、いつもこの一人旅の時は。でこれがこの間買ったミッションワークショップの、バッグですね。結構ね気に入ってます、いい感じでね。とりあえずこの着替え式、ランニングしようかなと思ってるんで、できるかな、ちょっと時間があったらランニングしてみます。でまあこんな感じですね。まあ男の一人旅って言ったら単純です、こんな感じで。今回はねちょっとドローン持ってこないで、これはパスっていうことで、あとはねこのコード類、これが iPhone のやつで、カードリーダーね、ランニング用の、坊主の、イヤーバッドっていうのかな、イヤホンね。でこれが、充電器、カメラのね、でモバイルバッテリーで、メガネ、ヒゲ取り、であとはこの、ちょっとこれ別撮りで音声収録してるんですけど、 iPhone と、MB88、 これ iPhone 用のマイクです。で、これねちょっと商品紹介しようかなと思ってたんですけど、まだちょっとできすぎまいで、何かと言いますと歯ブラシ、これ持ってきます。あとはねこの三脚兼自撮り棒のフォネストのやつ、これかなり効きに来てますよ。でこれはねこの先っぽのところを改造して、カメラをアタッチできるようにしたんですけど、これは別にGoPro のアタッチメントが、先についてたので、もともとはねこれスマホをこうくっつけるやつがくっついてたんですけど、それが壊れちゃったので急遽このカメラのアタッチメントのやつをつけました。
で、これね、何が優れてるかっていうか、三脚になるような感じになるので、こういうのもついてくるので、こう自撮り棒だけじゃなくて三脚としても使えるっていう、まあこんな感じのシンプルな装備でちょっと今回の旅は挑んでみようかなと思います。なるべくね、軽ければ軽い方がいいと思ってますんで。あとノイズキャンセリングヘッドフォンの QC35、それもね、ちょっと飛行機の中で寝るから、あのノイズキャンセリング必要やから、ちょっとそれも持っていこうかなと思ってますけど、ちょっとね、今日は仕事に行ってからその足で行きますんで、その際にちょっとそのヘッドフォンを持っていこうかなと思ってます。で、今回はもうほんまラップトップのパスは持っていかないで、このね、 iPhone だけこれでも出て大丈夫。旅行はね、でもね、何の予定も決まってないから、もう僕のいつも一人旅っていうのは予定をあえて決めないで、フラッと行って楽しむ、これがね、あの旅行の醍醐味やと思ってますんで、とにかくね、僕は結構街をね、結構練り歩くのが大好きやから、でちょっとね、一回もうこういった方ちゃうかっていうぐらい歩いて、街とね一体化しようかなと考えてます。でちょっとね、カメラもね回しながら行こうかなと思ってますんで、そんな風景を皆さんにお届けできたらいいかなと思っています。あと肝心なの忘れた、これ昨日買ったんですけど、これね、あのハイドレーションパックっていうんですけど、これをね、あのこのバッグに、このね背中のところ、これにね、これ水のタンクなんですけど、要はこうやってかけて、ここにね、穴があります。ふーっと伸ばして、もうさすがバイク専用のバッグですね。こんな感じ、もうさすがですね、これいい感じ、いい感じ。それでこんな感じで背負うじゃないですか。それでちょっと、もう暑い、喉乾いたってなったら、でこうやって水を飲めると、まあ別にオレンジジュースとか入れてもいいんですけどね、まあ何でもいいけど飲めるんです。なんか別にこの旅行用に買ったわけじゃないけど、これからね走る時とか、結構自転車乗る時とかね、あってもいいかなと思ったんで、こういうものを買ってみました。じゃあこれでちょっと旅行に挑んでみようかなと思います。これね、さて無事ゲートに入れたので、ちょっとね、今は7時過ぎなんで、ちょっと晩ご飯食べようかなと思うんですけど、ちょっと探検してみようかな。こんなとこにカメラが。ハワイ。なんか何でも高いからね、ちょっとこういうのでいいか。ああ、でも見てこれ。サンドイッチに11ドル99もする。高っ。お、アジア料理があった。あ、寿司とか売ってんのかな。結構、チャニーズチキンサラダっていうのかな。あ、テカ巻きがある。あ、これ一緒。決定。いただきます。ちなみに水と鉄火巻きで18度25。今晩はね、飛行機の中で宿泊するから、とりあえずちょっと歯でも磨きますか。ご飯も食べて、歯も磨いて、顔も洗ってスッキリしました。あとはね、飛行機で寝るだけです。まあ明日からね、ちょっとその旅動画を配信できると思いますので、楽しみにしておいてください。ということで今日は以上です。もしこの動画を見て面白いと思っていただけたら、いいね、評価、あとはね、チャンネル登録、まだっていう人はチャンネル登録お願いします。それでは。